こんにちは、翔太です。それではレッド編の続きやっていこうかなと思います。キグナスに戻ります。キグナスに戻ると後戻りはできません。もうラストダンジョン、マジで。 あれここは、ここは爆発してへんや。ここもすごいことになってると思ったのに。あれ、よう、先に言ってよ。結構しかもなんか高いね、全体的に。後戻りできへんのか。まあまあやるしかないわな。キグナスへ戻るしか、キグナスへ戻るしかやらせてくれへんかったもんな、そもそも。そうやん。でももう後戻りできへんやん。どっちにしろ。いや最後やから探索するで。なんやねん。久々にきてやったのに。そんなこと言うのか、君たちは。ああ、ちゃんと節度ある行動ができるんですね。以上、給料くれ、給料。え、なにこいつら。なんでこんな状態なの。ラビットってあれやんな。そうやんな、使ったことないよな。ラビットも入れとく？メカ育てるんやったら T260G 編が一番いいような気がするんですけどね。でユリアってどうなったん？全然なんか密売の密輸の時以来見やんけど。なんもないか。じゃあ行くか。ここもなんもないもんね。じゃあフォークに会いに来たぜ、久しぶり。ブラッククロスの戦闘員のユニフォームの手に入れた。おう、あ、もうラストってこと。お互い言えないことが多すぎるよな。どういうこと？このイベントではブラッククロス基地との距離が高度0メートルになる場合に一度通過したマップに再び。どういうこと、どういうこと。え？エレベーターで移動した場合。え？何これ何これ。え？え？何わからんわからんわからん。え？よう。キーしか言えへんの、君たち。よこせよ。あ、守ってんの？でも武神の鎧ってあれやんな。そんな強くないよな、今となっては。何これ、探索できるん。え、何これ、ちょっと待って、待った。あ、これあれか、先んとこか。またキーキー言うんか、君たちは。お、鉄下駄でいいんかな。ん、ここつながってるよな、多分。うわ、まだそんなに広いよ。広すぎるよ。オクトパスボードや。オクトパスボードか。ん？これは真ん中？ああ、なるほどね。よ、何を守ってんの、君は。月下美人？月下美人なんか守ってんの？めっちゃええやん。なんかもう刀豪華すぎてやばいな。ここ上上がったらどうなんの？あ、なるほどね。
すごいね。え、ちょっと待って、1階のさ、真ん中は？ここは？これエレベ、あ、これがエレベーター？しかも乗れへんし。これがエレベーターっぽいな。え、このイベント何？やばい、全然わからん。おー。え、これで、あ、これで1階に置いとけると。どうなんやろ？ 1 階置いとくか、じゃあ。わからんなぁ。スプリガンスーツって最強の、え、レッド編何周もしたらすごいことになるぞこれ。スプリガンスーツってだってあれやろ、パワードスーツの上位互換や。すげえな、治療から取れるやつやね。あとで回るか、どうせあれやろ、正体バレて回ることになるんやろ多分やけど。おうおうおう、あれはメタルブラック、俺が今日で倒したはずだ。今のは侵入者を捕らえろ。かい、タイガーランページの威力じゃあ見せてやるよ。そんなやな。マグニファイとりあえず打っとくか。まあね、ハイピリオン打つよりはいい気がする。あ、終わっちゃった。無月山水の道は険しいな。これまたなんかプログラムもらえんのかな。おお、今度は竜神。え？何があった、今、今のはあかんかったってことか。ちょっと待って、今の何？あ、セーブできへんくなってる。あ、はいはいはい。あ、このイベント、あ、このイベント、ようやくこのイベントなんか。逃げられへんし。なんや、せっかく買ったのに。ちょっと待てよ、それやったら鍛え抜かれた回避術を見せる時が来たか。ほい、このスピードなら、あ、マジでそういうこと。うわ、戦隊もの現れた。スプリガンスーツゲットと。じゃあこれ月下美人取れへんってことか。
あかんってこと。ちょっと全本気で倒すか。あかんってことよな、多分。あー、そういうことか。なるほど。あ、じゃあ、エレベーターを3、ここに持ってきとかなあかんってことか。なるほどね。ここは、武神の鎧か。ちょっと待てよ。ここからスタートで、ここはここ何やったっけ。ちょっとメモしていきましょうか。右行って下行って、重要装備はここはもう降りて2階で来れるところか。ここがスプリガンスーツ、これは確保しておきたいと。スプリガンスーツは確保しておきたいから、3階にこれをとりあえず置いといて、でこれで2階行きます。ここにあるのは武神の鎧やからいらんで、2階やとここまで来れて、ここから上に行くと、あ、これ、あ、これ月下美人ね。じゃあ2階からちょっと見ました。2階から上に行くと月下美人まずゲットできます。この多分斜めルート入ったらアウトやな。ここを置くとオクトパスポート、オクトパスボード、オクトパスボードでも全キャラで取れるからいらん。ここは、ここが鉄ゲタか。あ、ここで月下美人、ここは武神の鎧やからいらん。下は遠いな。 ここ何、ここ、ここスプリガンか。遠、スプリガン最短で行くにはここ何、あ、ここもスプリガンか。じゃあ上に行きます。月下美人取るで1やろ。月下美人取るのに1、2、3、4、5、6、7、あ、間違えた、8、9、これでいいんじゃない？よし、もう一回やってみよう。よし、じゃあちょっと今度はこっちから入ってみるか。2階でまず月下美人を取る。あ、やべ、まだちょっと早いままでやってた。
あーやっべ、これかわせるか。うわ、黒竜出てきたし。そんな強くなかった。あーマジか、上のやつと戦ったつもりでいたわ。メカ出てこえへんから、ちょっとあんまり調子乗ったらあかんな。でこっち行きます。不審トとか通るんなら、倍にしても難しい。うわー、よっしゃ。でこっちやったっけ。あー、クイックセーブもできん。またレインボーの、あでもってことはスプリガンスーツがサイレアってことなんかな。あでもスプリガンスーツ確かに取れるの知らんもんな、他に。あいやでも次は当たらん。でもラストダンジョンなんやろうな、多分。ちゃうか、ラストダンジョンじゃない気がしてきたぜ。ええ、どういうこと、どういうこと、ええ。どういうこと？これだってまた爆発ルートじゃない？え？うまいことやったのに。はい、ちょっと何がいけなかったんだ？今どこに行った？わかったわかった、邪魔や。こっから出てきたよな。こっから出てきたら待ち構えられてた。ということはここからさ、こう戻る。あ一緒やな多分。あここ通った。あ、2000m の段階で2階におったらあかんのやったっけ、そういえば。あーじゃあ宝1個しか取れへんってこと。月下美人よりスプリガンスーツでしょうぽいな、ぽいね。じゃあスプリガンスーツだけ取りに行くか、このルートで。よし、決めた。そういうことにしておこう。そう、3度目の正直や。じゃあもうこの気遣いもいらんってことか。合ってる？そういうこと？ちょっと待って、シナリオに書いてるやろ、なんか。
書いてへんし。まあ月下美人最悪アセルス編集会すれば手に入るしな。それはあんまりやりたくないけど。てかそれやったら多分幻魔とかの方が優秀やし。さっき 2000m まで落ちてもうたからあかんかったんよな多分。なんかそんな話してたよな確か。ブルージュとかって、あ、筋力もほぼほぼ完走してんのか。スプリガンスーツってでも防御力5高いだけやもんな言うて。どっかせっかくやしつけなさい。あ、いいね。あ、全体的にでもやっぱ強いやん。 5000m やろ。え、どういうこと、どういうことこれは困ったなちょっと何をしたらゴールなんかをちょっと確認しよう。一回に行けばいいのか。一回に行ってみよう。これで終わりな。そういうわけでもない。あ、思い出した。一度通った道は通るなみたいなこと言っとったな。あ、書いてあったわ。書いてありましたわ、そういえば。あ、で、一度通った道か。なるほど。ここは一度通ったエリアになってしまうということか。あ、わかったわかった。あ、じゃあ。あ、そういうことか。あ、わかったわかったわかった。一度通った道を一切通らずに、適当に時間潰せばいいんや。多分。あ、だからこんな入り組んでんのか。だからここに降りてきます。でエレベーターで移動すればここに来たことにはならんから、上行って下行って2階やろ。あ、で遠回りしていけばいいんか。だからここを、どう、ちょっとあんま数えてへんけど、こんぐらい遠回りすればよくない。ちょっとその作戦でいこう。今度は月下美人とスプリガンスーツ狙い、これでいきましょう。よし、決めた。多分いけるはずや。わあ、クソ。いやでも1体だけにしたい。そして毎回ちょっとタイガーランページが保存されてるのが若干めんどくさい。でこっちから大回りしていけばいけるはず多分。
これで数数え間違っとったらだいぶショックやけど。ここで、あ、やばいか。あ、やっぱり一手足らんかった、一手足らんかった、しまった。ということはこっち何？こう回っていくか。じゃあ、うん、そうしよう。さっきこっちから行ったけど、こっちから回っていったら足りるかな。ここで 9000m やろ。8000、7000、6000、5000、4000、3000、2000、1000、0。いけんのかな。こっちからはどうやろう。9、8、7、6、5、4、3、2、1、0でここ出たらあかんよな、多分やけど。ちょっとじゃあ一回そのルートで行ってみるか。ここはちょっとな、さすがに敵と当たらんと行きたい。よっしゃ。で、鉄下駄どうしよう。まあ取っとくか。おお、うまくなった、うまくなった。で、こっちから回っていくルートやったよな、確か。こっち置くとパスポートやな。いけるかな。到着って書いてあった。行けましたわ。目標達成。やった。これでどうしよう。まあ一応ちょっと怖いから真面目に外出るか。あ、セーブできるようになってる。え、大丈夫？え？これいけてる？ちょっとわからんな。わからんのが一番困るな。もうでも到着やから爆破したらあかんのちゃう？間もなく到着って書いてあったよな。でもどうすか、どうすか。許していただけませんか。マジか。アルカイザー。来れたぜやったはい、だいぶちょっと疲れたな。あ、まあ、じゃあちょっと今回はここまでにしようと思います。まあこの後はブラッククロス
多分これラストダンジョンだと思うんで、ラストバトルって書いてあるし、まあここの攻略をやっていこうかなと思います。これからもサガフロンティアやっていくので、もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。